お、君呼んでくれ。じゃあ呼ぶよ。父上。早い、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 すぐ来る。娘が呼んだから今。あじゃもう。いやもう駆けつけたすぐ。わしは？あ、ちょっと下がっとってもらって。あれ、父上。あ、ちょっと下がっとってもらって。ダブル刑事のちょっとマサトラを一人にするな。父上、父上、ちょっと三人してどっち？どっちかというとでもこちらの刑事の方にある。どこ見とるなお前は。顔見とるな。並んでみ、並んでみ。あ、やっぱしっくりきますな。もうしっくりくる。私は実はあのマサトラよりはこちらの方がしっくりくる。あ、そちらの方はつまり。だからしっくりくるじゃん。はい、そうですな。あのこちら守らず刑事隣の加藤さん。加藤さん。ご近所さんやないか。差し入れのあれ、あいやめっちゃうまかったよ。いやよかったね。いや世間話はやめよ。世間話は主人がお世話になっております。嫁嫁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 嫁私聞いておりましたぞ。こう加賀の民は、ちょっとこう奥ゆかしい引っ込み者のところがあるのではないかと。そうじゃ。いや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 、それが加賀百万石のいいところでございます。日の本一の伝統工芸品の数々を誇るこの土地、半祖おじきでございますよ。まあ無論その通りじゃな。まあ実はわしも恥ずかしさを隠すためによう喋るというところがあるから内面な。そこはやっぱわしの意思をみんな引き継いどると言っても過言ではないなと思うわな。おう、またこのような美しい姫が育つ環境というのがな、この加賀にはあるわけだ。大変な親バカっぷりやろ。本当じゃな、デレデレはないか。正直いや本当にな、もう今すぐ松をここに呼びたいぐらいじゃわしは。そうじゃの、その絵面確かに我々を見とうございました。そうじゃろ、もううち刑事でなくてあの年長を蘇らせたかったんだが心配だ。じゃあ心配した。心配だ。ややこしくなるし、同一人物じゃん。そうなんだよ。ややこしいなってまた、ちょ失敗したわ。ちょっともう一回返して。いや。わしが刑事だよな。いやそうなんじゃ、そうなんじゃが、もう刑事は二人としていらんじゃろ。一人。わしの方が先だね。わしの方が先だ。読めないけどわしだけだよ。間違いない。確かに先だよ。間違いない。なんでわしの方が必要じゃろ。お主の魂もかぶいとるな。二人にももう降りたのだ。いや、かぶいとるな。実は。日の本には三人おるんで。三人おるから。そうなんだ。もう一方おるんです。もう一人ちょっとわしにまだ挨拶がないんじゃないのか。おいなのに。おかしいじゃろ。なのにマサトラは一人なのか。はい。もちろんでございます。そうじゃ、もう希少種、はい、希少種。何ですかそのなんか南米にでもいそうな。言うとくが、はい、犬山を希少種じゃん。希少種じゃん。そうです。さっきあの奥ゆかしいっていう話が出た時奥ゆかしいかと思って。どこがよ。はい、代表しております。奥ゆかしさ代表。加賀の伝統工芸文化が育んだ最先端の侍でございます。最、はい、先端だ。この方向でいいってことです。間違いないと。加賀百万石武将である大将がこれだけちょっと自由奔放なので、はい、いやもう、いや素晴らしい面々じゃん、わしら。自我自我したい。急に褒めが。ちゃんてだろ。いてみ、ハンソン、そして天下の歌舞伎者、そして熊本尚秀、その間に、なんと、紋付き赤羽の男が起きても、大して気にならんと。まあでも犬山から言わせていただければ慶次郎殿交換してもらえないかなと思いましてちょっと待ってまあちょっとうっすら拙者も思っておりました。お一歩二歩前に出てちょっと交換してみるか。大歓迎だそれは。おいこれで止めろ止めた方がいいのかこれは。とんじゃ止めとく。ダメだダメだ気持ちがこもらう。我々も年以降そろそろ欲しいなとか思っとったんだな。さようか。それは願ったり叶ったり。わしぜひ金沢百万石ご招待。北陸新幹線金沢駅開業まで1年と1ヶ月でございます。おお半祖年以降が終わらずしてどうします。これは素晴らしい熱烈ラブコール。じゃあこれわし遺跡ってことでいいかな。いや寂しいに困る心がこもってまったではそれではせっかく
前田家では皆さん揃っておりますので、家臣の犬山も入れていただき、前田軍団で一度そうじゃの、ここで2件とか加藤さんが顔を、たまに加藤さん帰っても大丈夫加藤さん、加藤さんまだちょっと写真撮ってもらっていいですか。あ、写真撮るのかい。おじさんちょっと写真撮ってもらっていい。いじめてはいかん。王将じゃん、もう採用じゃん。王将、王将、王将ではね。誰が共作ですか。違うわ、誰が共作。さあさあさあ、ではせっかくじゃから写真とは A 発案じゃ、みなみなに我々が集まった写真撮ってもらおうではないかな。せっかくじゃから。そうでございます。では和尚中央に100万石武将隊、そして、前田家以外加藤さんも含めた面々で写真を撮ろう。では中央へ、みな刑事の場所、場所、ここ親戚のおじさんはどこに入るのか。もしわしの横でよい。よし、じゃあわしも。ではこれにて参ろうか。では加賀の刑事郎等を数えてちょう。はっ。いや、お主10。お主名古屋の刑事だ。今わしちょっと嬉しかった。じゃあわしも今日このまま名古屋様。よし、ではどちらでもよい、刑事郎等を数えよう。お、よし参ります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0じゃ。よし、ではこれにてしまいということじゃな。そうでございます。その時早いものである。しかしながらまだこたび今一度このように舞台にて共闘できる時間があるということじゃからな。南々フードピアランドを楽しみつつ、我々がまた今一度この舞台に上がる時を楽しみに待たれよう。ではこれにてしまいじゃ。みなのしゅありがとさん、さらばじゃ。